おはようございます。ティネと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。仕事の研修を始めてまあ早1ヶ月ね、覚えることは多いですが、まあ充実しております。そこそこにどれだけ充実してるかを皆さんにお伝えいたしますと、まあ、覚えることが多いんで、その分やっぱり時間も経っていくわけじゃないですか。で、そうするとその時間が終わった後に教えてもらうことになるんで、さあその時間は何ていう時間でしょうか。わかりますか皆さん、この時間の名前。仕事が終わった後に、で、仕事終わったその定時の後に勉強としてつく時間、これは一体何だと思いますか。サービス残業って言うんですよ今回使っていくモンスターはこちら、鬼面同士、キメラ、キャタピラー。なんとですね、全員キから始まりますそれだけじゃないし、それだけじゃないんですよ、賢さもアップするんですよ。すごくないですか。全員木から始まって、かつ相性もあるなんて、なんか素晴らしいと思いませんか。なんかコンセプトパーティー的なものを感じますよ。僕こういうコンセプトパーティーとかさ、そういうのさ、すーぐ好きだよね。というわけで今回はね、この3体です。まあ、もともとの企画は、自分の動画ではあんまり出てないんですよね、こいつらも。なので、こいつらをね、救ってやりたい、その一心。体を丸めて、ホイールスピン、ワン、ツー、セーロン、よいしょ。微妙な火力だけど、おお、火力はないけどね、この転ばせるが強いんだよな、やっぱ。早速見せてくれました、キャタピラー。原作ではスクルトを唱えるやつ。大地の怒りか。打撃耐性みんなの見れるね。お、いいね、鬼面同士が受けた。鬼面同士はね、12だったかな。結構避けますよ。火の鳥、OK! ファイヤーバーズ、380! いいね。いいよ、いいよ、いいよ。いい火力出てるよ。相性はちなみにね、呪文チームですね、ちなみに。おー、本当に呼べんだ、お前。さあ、来た。炎が、弾丸のように、イケメラミハン、よいしょ。おー、いいねー。ダメージ出てるねー。鬼面同士。ね、ワンではね、もうメダパニ使いは彼しかいなかったですからね。2になって1つ目ピエロとギズモが出始めたんかな。まあ、まあかなり少ないです。かなりね、使い手の少ないメダパニ使いの1匹ですけども。足の形、痛いな、もう、痛いな。結構素直に痛えな、大地の怒りで。まあ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 。まあこれでね。きたーやったわ、こいつ。はい。はい、シュードフィーなーんか、すぐスピーカーを使うと悪さするんだから、お前は。ボミオスしてる場合じゃないんだよ。キャタピラーの悪いとこですよ、これ。使い手の少ないボミオス。確かに使い手は少ねえよ、ボミオスってな。うん。なんだったらおめえしかいねえんじゃねえかと思うぐらいだわ、こっちは。いやー、なんか、みんな光るものがあるね。メダパニとメラミ、まあ、どっちも呪文であるっていうのはね、プラスにもなり、マイナスにもなるんだけど、回避率もあり、メラミっていう技が打てる。そしてメダパニ、使い手の少ないメダパニが打てる、鬼面同士。そしてね、シューが問題だった。こいつだけど、効果が強い。ホイールスピンの効果は強いから。うん。付与率もなかなか高いからね。さあ、メラミ打って、ここはスパッと突破するよ。うわ、強っ！強いな、メラミ。まあ、メラミがね、よく通るね。まあまあまあ、食いつくとかはね、基本的に鬼面同士が引き受けるんじゃないですか。キャタピラー！ああ、まあ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 。さあ、問題は、敵の攻撃に耐え切れるか。HP がね、2000しかなかったからね。うわーおーい鬼面同士ちゃんやばいな、鬼面同士ちゃんすごいぞ今日やるかもしれん
マイナーモンスターをね、使っていくスタイルでやってますけど。あ、来た！風の呪文が吹き荒れるー。バギー打って、あ、ギアサラでよかった。まあ、いいか。次で打てばいいもんね。オッケー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 。いいよいいよ。いい感じだよ。おー強いな。デビルアマにも400ぐらい出んのか、メラミ。え、鬼面同士強いな。おー、もう、手体験なんだ。いやー鬼面同士ね、でもね、打撃に弱いからな。メタプニ使いの中では。かなり弱い方だからな。おっと、ホイスティン。あ、効いたんじゃない誰か。いいねー。まあ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 。もう動いた後だけど、そいつ、まあ。おっと！眠ってしまったわ。鬼面同士よく頑張った。おやすみ。よく頑張ったから、大丈夫だ。あとは、この励ましをやってくれる。いけ！バギを止めた！ほら！雑な攻撃方法やな。まあ、炎と風が使えるっていうのはさ、器用だなとは思うけどさ。さあ、終わりますよ。終わりにしましょう。はい。終わりにしましょう。ギガスラッシュで終わりじゃい。今回はこのマイナーモンスターでね、大魔王に勝利したいと思います。あれ、なんか続かない気がする、この動画は。あはははははははああ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 あ、これ大変だ、大変だ。まあ、一旦後に処刑は確定してるんですけど、これは底辺だ。鬼面同士が何もできねえ。鬼面同士、全く何もできません。さあ、そしてホイールスピンも当たる気がしません。もうプラチナキングの調査はもうね、皆さん知ってる通りですよね。大魔王で削り切ろうとしたら絶対に削り切れない存在です。あ、キングバスターやばい。てか、鬼面同士が吹っ飛んでいく。鬼面同士？わあ！ 312。さあ、唯一あダメージを期待できるのはこのキメラ、炎の鳥だわ、行くぜ !17! 何をして、メダパに行きますー、全然聞いてみません。当たり前やんが。まあ、とどめ打つからよかったんだけどさ。よしけって最後は魔人の金槌ことある。デボラ、烈空かかと落として締めたいと思います。いや、プラチナキングさ、これさ、とどめゲージ溜まってなかったら負けてたな。いや、一匹プレイで普通のチームでこれに勝ててたら俺魔人の金槌以外さ、やる、もうさ、期待できないもんな。経験値もらっとくね。先ほどの背景が背景だったので、ハーゴの神殿に再びやってまいりました。ダメです！彼らには荷が重すぎる気がする。どう、正直どっちかっていうとさ、お前ら全体的に小さいな。そんな中やってきました。破壊神指導でございます。やっぱでけえな、こうして見ると。どっかの黒ブレとは大違いだ。やっぱ黒ブレと違ってこう大魔王こうでなきゃなーって感じがする。あの黒ブレって実はね、大魔王がめっちゃ小さいんですよ。大魔王出てるんですけど、めっちゃミニマムで、エスターグなんてグレートドラゴンより小さいみたいなところありますからね。よけろ、何してんねやお前、さっきまでの怪物はどこ行ったんや。見せてくれ。いや、もう早速結構痛めのダメージ食らったぞ。で、問題は、指導というのが問題だな。うん。メラミ通るかな？せーの、ね、ダッ！あー！そうなんだよな。指導の賢さが400あるもんな。いけ！ホイールスピン！はい、ワン、ツー、スリー！転ばせてもいいんだぜ！転ばせてもいいよ！まだ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 いける。全然いける。このマイナーモンスターで奇跡を起こそうぜ。木から始まるんだからな。行くぜ！おい、行くぜ！炎の鳥！いいね！いい打点。とどめまで耐えきれるかな。ただなぁ、2000しかない低耐久だからなぁ。一回転ばさ欲しいかもしんないね。
え、避けられない自己スパーク、うおちょっと無理そうだな。ちょ、ダメです、身が重すぎます。ダメです。このターンはね、いや、まだ、うん、このターン波動に、凍てつく波動の可能性がある。だから、ここで逃げちゃいけない。攻めに転じよう。必殺炎の鳥だ、行くぜ。いいよ、炎の鳥をちゃんと当てて出るんだ、大丈夫だ。いけるいけるいける、全然いける、全然いける、全然いける。ここでさ、波動を引いて、次のターンに天使の歌とかすれば、なんとかなるかもしれない。さあ、ここ、大事。ほら波動来たよ。オッケー、いいよ、ここで波動が来る。オッケーオッケーオッケー、いいよ。よし、繋がった。メラミ撃って、次天使の歌だね。天使の歌をします。押します、天使の歌。メリベーション、ちょっと90になったのが、今90になったな、これ響くぞ。マリベルジョン、ちょっと出てくるのが遅くなってしまった。この90で負けないといいけどな。それだと俺が先輩だわ。さあ、うわー、何してんだ、風の呪文が、うわー、ダメ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 、とどめボーダーまで削ってくんないとダメなんだって。とどめボーダーまで削ってくれ。まあ、これで倒されるのは仕方ない。さあ、メダパリとメラミ、メダパリとメラミ、目玉にボミオス、メラミエ、メラミ、よし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 、よかったよかった、いけ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 、よしよし、乗った乗った乗った、勇気たまった、ホイスピン、よしよしよし、ちゃんとやった、お前は自覚あんな、お前は自覚あんじゃねえか、やるじゃねえか、よくやったよくやったすげえよく倒したらこんなんで。いやー、木から始まるモンスターたちによる奇跡だよ、これはまさに。誰がうまいこと言えと言ったって話だけどな。よくこんなちんまいモンスターで勝てたな。シドもびっくりやろ。はははと笑っていた。そんな喜びもつかの間。本当につかの間だったわ。2300しかねえんだな、こいつらの HP って。さあ、やってまいりました。破壊神指導赤目神、あ、神で登場です。無理だよこんなの。絶望的だ。とりあえず一番危険なのは1ターン目になるんで、1ターン目にまあルビスの守りしときましょうか。そうしないと生き残りません、どう考えても。2300という低 HP で指導の激しい攻撃を耐えきれる気がせんぞ、まったく。あとは炎耐性も大事だな。炎耐性か。何してんの、バギーを取られたじゃないんだよ、お前。あー、破壊の時、避けようか。避けれるよ。はい。いやー、なんで避けない。さっきまでの一戦目の回避はどこに行ったんだ。ルービスの上でこれか。結構食らうな。まあ、メラミーを選んだのは賢いな。いけ、メラミー。うっ、213。うわあ、何してんだ、何してんだ、何してんだ、シューン、ドキャーン。聞いたけどさ。何してんだよ。素早さ下げてどうすんだよ。だからなんだよ。モンバトにおいての素早さのさ、あまりにも重視されねえぞ。ポケモンの役割論理以上に重視されないよ、素早さって。ポケモンで言う役割論理レベルでさ、素早さってね、もうまとでは無意味だよ。確かにこっちは先制できるけどさ。あ、でも先制でここで転ばせてくれればね、かなりいいんだけどね。なーんということでしょう、外したー。まあ、波動なら OK か。波動ならいいや。ワンチャンあるぞ。ワンチャンあるな、これ。え、でもさ、火力足んなくね？まだ 6000？ あと3ターンで2700ぐらい削らなかったんだけど。え、やばいな、これ。やべえぞ、これ。邪神の怒りやばいな。誰に行くの？あー、プリプリ、うわー
記念同士の体はプリプリしております。私と同じくらいプリプリしております。避けろ避けろ避けろ、何してんだ。一発でたった一回の攻撃で、まあ二回か、セグニはたった一回で戦況がひっくり返ってしまった。くそ、こうなった、いけいけ、ホエスピー転ばせろ、いけ転ばせろ、うぬくな、まだだまだだまだだ、どうすればいい、どうすればいいんだ俺は。気がつくモンスターたちのマイナーも、気がつくマイナーモンスターたちによる、ここのタグが非常に重要になります。何も考えてないけど、気がつくモンスターたちによる奇跡を起こしてくれ。体を這う、ホイスピー、何してんだおめえは。音開いてる、攻撃避けろ、避けれる、頑張れ。いいとこまでは行った、見せ場もあった、満足。